西野です。さあ、しました。よろしきチャンネル。はい。今ですね、藤原さん、ライセンスの藤原さんのチャンネル、藤原ランドさんご夫婦と、トーク終わったんですけども、その奥さんね、嫁ランドさんが、ほんま天然というか、すごい意見をはっきり言う方でめっちゃ面白かったんですけど、もう詳しくは概要欄で動画見てほしいんですけど、その時に、嫁ランドさんが、こうちょっとナダルをディスるじゃないけど、軽くいじった時に、ん?みたいな顔してたのを僕見ちゃって、どう思ってたのと思って。で、わかんないですけどね。だから、今、もう、藤原ランドさん、帰られたという体で、ちょっと残ってもらってるんですよ、お願いして。で、残ってもらって部屋取ってますんで、そこで、ちょっとナダルに本音、どうやったコラボって聞くんで、それの音声、電話でつなげまして、藤原さんご夫婦にちょっと聞いてもらおうかなと。まあまあ別に悪いことではないとは思うんで、感想を聞いてもらおうかなということでございます。お願いします。はい、ということで、藤原さんご夫婦ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。いや、ありがとう。いや、ほんと楽しかったんですけど、うん、なんかドローン前ね、はい、藤原さんがドローンペーンって叩いてもらったみたいな、あったじゃないですか。はいはいはい。変な感じで終わったってのもあって、僕、はい、個人的にはめっちゃ安心して今日。うんうん、あ、いや、全然そんなんないよ、こっちは、ね。あ、まあ、うんうん。コラボしてみてどうやったみたいな感想を聞こうかなって思ってて。あー、なるほどね。はい。それを、ということで聞いていただこうかなと思う。あ、ナダルが今日どう思ってたかっていう感想ね。あ、知りたい知りたい。聞いてもらって、うん、すいません、こんなね、初めてお会いしてめちゃめちゃ楽しい。でもニコニコしてたしナダル。いや、めちゃめちゃ楽しそうだったんで、うん、ちょっとその感想の音声をちょっとつなげてますので、まあこっそり聞いていただけたらと思います。はい、お願いします。めちゃめちゃおもろかったな。何が？いや、藤原さんの、なんか藤原ランドの。いや、おもろないよ、別に。何がおもろかったあれ。気だけ使った。え、でもさ、なんか、めちゃくちゃ、なんやろ、アットホームな、すごい雰囲気良かった。いやいや、雰囲気良かったってもんじゃないからね。いや、でも笑ってたやん。ねえ、あ、うまく笑えてるかな。大丈夫やったかな。でも何が山場なかったけど。え、でもあったやろ、話したやん。いやいや、俺の話したけど、あんなフリーでもうちょっと縛りないときついやろ。別に自分のチャンネルじゃないからええけどさ。奥さんが結構あれやな、ぶっ飛んでるというか面白い。いや、どっちつかずやったで。なんかもっとご用意来てくれるのかな思うんだけど。ただ喋るだけで。お前それ成立してたけどな。成立してないねん、あんな。お前の成立ラインが低いわ。ニコニコ楽しく喋っててもあかんねん。だからな、前のドローン叩き割るとかあれぐらいせなあかんねんて。藤原さんがあの何とも言えへんか笑えたやろ、あれ。先輩にはそれぐらいかなあかんねんて。ちょっと気まずくなったりしてもな、ずっと俺らニコニコして誰が見たいねそんなん。藤原さん夫婦がニコニコして俺らもニコニコして。いや、まあ途中でちょっと感じた部分はあったんや。その、あの奥さんが、うん、藤原さんの奥さんがあのナダルさん、嫌いでも好きでもないみたいな。いや別に、うん、ええけど、その時になんかピクって顔してた感じはあったな。誰が、うん、ナダルさんが、ね、いやピクッとしてないけど、うん、笑いにはしたけど別に、うん、芸人やから、うん、だからなんかもうちょっとないなと思ったな。だからその俺は正直だから、ここで喋ってる時もあの俺が美味しいって言った焼肉屋さ、そんなですかねみたいな言われた時に、うん、マジ空気読めへんなと思った、正直な。どうすんねんほんま、最近伸びなすぎやぞ YouTube。 もうちょい引きある人探さなあかんねんお前ほんまに。いや、でも、うん、藤原ランドさんは普通に
5万6万。藤原ランドって何やねん、ほんで。え？藤原ランドってお前。知らんかったわ、俺。藤原ランドでやってんの。よ、嫁ランドってお前。俺途中で嫁ランドって言うんやと思ったよ。言うといてくれや、それも、お前。なんで俺嫁ランドって言われてビクってすらんかんねん、お前。そんな、伸びへんかな。伸びへんって、だから。どこに伸びるよ、さんね。言ってみよ、ほんなら。いやいや、コラボ。どこがおもろいかね、今の。いやいや、コラボって結構。俺らのトークも見てられへんやろ、あれ。もうボツでもええで、ほんまに。いや、出しはるからな、その。いやいや、向こうはええけど、俺らのチャンネル出したとてて。うん、え、でも俺、普通に藤原さんにさっき送るときに言ってもらったで、うん、あの、またお願いしますみたいなコラボ。やめてよ。どうすんねん、コラボして。何すんねん。今日で限界やろ。分かったやろ、今日で。ギリギリやったやろ、トーク内容も。企画はないでしょうが。何をすんのよ。今日の時点でもうギリギリやったのによ。激辛って。もう一回やったからよ、ええ、激辛は。別に、その、お二人のリアクション見たとてやろうがね。CM 欲しいな。なんか案件なんかもうちょっと欲しいな。案件が欲しいわ、うん、やってはるけどな。何が？藤原ランドさんも。そうなん、うん、結構案件やったらやるよ。いやだから案件一緒にできんやったら、それはやりたいな。一緒にやるみたいな。うん、それは全然いいんちゃう。なんかもうちょい全然楽しんでるんかと思ってたわ。目覚めへんな。とりあえず腹減ったな。飯食う？なんか。そうですね。うん、飯食おう。全然目覚めへんで。トイレ行ってくる。なんか目の覚めるようなコラボしようぜ、マジで。ちょっと女藤原さんにちょっとありがとうございました。やばない？やばいですね。やばい日やったな。あ、すいません。はい、ローズ。あ、そうなんですね、すいません。ありがとうございました。ありがとう。はい、あの一応まあ、言ったけど、あの、はい、次、まあ、コラボ引き受けてくれるかどうかは分からんけど、はい、ナダルとスパーリングしてみた。あ、スパーリング。うん。あ、なるほど。もしかしたらオファーするかもしれない。朝倉未来さんとかやってるような、そのパーンみたいな。そうそうそう、グローブと多分レガースとかさえあればさ、はい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 、芝居でも大丈夫やと思うから。うん、なるほど。その、うん、そうっすね、確かに、うん、次一人で来るから。あ、マジか。うん、いや、もうめっちゃ楽しみです。この後忘れましたって言って帰ったらどんな顔するんだろうな。どうすかね、確かにそう。忘れましたって言ってちょっと行ってみる。あ、そうですね、うん、いいですか。うん、忘れ物、うん、ごめんごめん、ちょっと忘れ物したわ。お疲れです、うん、お疲れです。ごめん、忘れました。いや、もうちょっとまたそのうまい飯教えてください。最高やから。ああ、ああ、ああ、ちょっと GoPro 忘れちゃった。 GoPro、 あ、大丈夫ですか。こっちかな、はい、GoPro、 GoPro 楽しかったからまた。いや、またしたいです。ありがとうございます、ほんまに。うわー、もうなんかありがたいわ、ほんまに。ありがとう。楽しかったです。ありがとうございます、ほんまに。ありがとうございました。またしたいです。ありがとうね。また企画練りますわ。うん、ありがとう。楽しみにしてる。はい、じゃあ。お願いします。ありがとうございます。なんでおる。その感想というかさ、なんか聞
なんか聞いといてもらおうかなと思ってて、そのほんまは聞いてたというか、そのさっきの、いやなんか俺さ調子悪いって言ったよ。何どういうこと？楽しそうやったから。楽しかったよ。だからそうどうやったっていうのを止めながら、まあ、ドローンさ、おい止めながら、じゃあドローン止めろ。いや止めろ、謝りに行ってくるから。ずっともう帰ったって帰ったよ。貸すほんま、おい貸す、最低やなお前、最低人間おい。こら、いや俺もまさかこんな、いや分からんで、うん、どういうかは分からんかったけど、まあ、この可能性もあるかなと思ったけど、せっかくから聞いてもらおうかな。もう言っとけよお前。いや言ってやいいんだ、全部コントでしたって言っとくわ、うん、言っとくというか、なんかでもスパーしたいって言ってた。スパースパーリングしたいって言ってた。したくない俺は。なんか藤原さん一人で来るって。まあとりあえず次のところ、お前がせや、スパーリング。